聖区伯爵テレキパールヤーノシュエでは、ハンガリーの政治家、政治学者、地理学者、戦艦期に成立したハンガリー王国において、首相を務め、2度目の首相在任中の1941年4月3日に、自殺した。テレキパールは1879年11月1日、ハンガリーの大土地所有貴族であるテレキゲーザ伯爵の子として、ブダペストで生まれた。 テレキ家はもともとトランシルバニアの貴族で一時期トランシルバニア公を輩出したこともあった。父ゲーザはオーストリア・ハンガリー帝国におけるハンガリー王国の内務大臣となったほか、ハンガリー科学アカデミー会員であり、歴史学協会の会長を務めるなどの学者でもあった。また王子はアフリカにおいてルドルフ子などを発見した探検家テレキサミュエルであった。 この字の影響もあって、パールは地理学を志すようになった。テレキが1910年に作成した、ハンガリー王国の民族分布図。赤が、マジャール人の居住地18歳の時に、ブダペスト大学に入り、フェルディナント・フォンリヒト・ホーフェイヤ・ローツィー、ラヨシュ、チョルノキー・イエーのラに、地理学を学び、さらに政治学も学んだ。1898年には、 地理学者としての最初の研究を発表している。また経済学の特別調校生やブダペスト大学地理学研究所の助手を務める。一方で、1903年にはブダペスト大学の政治学博士の学位を取得している。1905年にはハンガリー王国議会の議員となったが、これは学者としての地位による名誉職的なものであった。 1906年にはハンガリー地理学協会の会員となり、1909年から12年間、ハンガリー地理学研究所の所長を務めた。1908年には国際地理学会議で日本列島の地図作成の歴史という論文を発表している。この論文によって、フランス地理学会の権威ある賞である、ジョマール賞を受賞し、世界的な地理学者であると認識されている。 1919年には、ブダペスト経済大学の政治学教授となり、政治地理学を教えていた。たびたび外遊を行い、各国の要人と交流を深めていた。大のイギリス好きでもあり、イギリスの首相デビット・ロイド・ジョージとは特に親しい関係であった。一方で、テレキは、場所と、人、場所と社会は、 密接に結びついていると主張しており、ハンガリーが敗戦を迎えた1920年には、詳細なハンガリー民族の分布地図を作成している。テレキはこの地図を、ハンガリー人の地の通った地図と呼び、トリアノン条約による領土修正の不当さを訴えた。また、ツラニズムの信奉者でもあり、1910年には、ツラン協会の創設メンバーとなり、 1913年から1916年までの間会長。1916年から1918年までは副会長を務めている。協会が1918年に東洋文化センターと解消して、以降はそれほど関わりを持たなくなったが、名誉会長としての地位は死ぬまで続けている。ハンガリー・ルーマニア戦争後の混乱の後成立した臨時政府では、 1919年5月3日から8月12日まで、テレキは教育省に任じられている。ハンガリー王国のセッションホルティミック・ローシュは、テレキを首相に指名した。テレキが名門の大貴族であった点と、各国語に堪能であり、前の民族分布地図の作成からも、ハンガリーの愛国者であると考えられたためである。1920年7月19日に正式に就任し、 トリアノン条約における領土の修正交渉に当たっている。しかしテレキの交渉は無駄に終わり、さらにカール一世がハンガリー王位に就こうとする動きの対処に疲れ、1921年4月21日、ベトレミシトバーン白爵に首相の座を譲った。研究生活に戻ったテレキは、1922年から1923年までの 間大学経済学部長を務め、ブダペスト経済大学に経済学部地理学研究所と東洋研究所を作っている。1924年にはトルコとイラク王国の国境を確定する国際連盟委員会の委員となっている。一方でハンガリー領土回復の正当性を訴える動きを継続しており、 1924年にはその目的のためハンガリー科学アカデミー研究所を設立し、1926年にはハンガリー統計協会政治学研究所を設立している。1925年にはハンガリー科学アカデミーの名誉会長となっている。1936年にはブダペスト経済大学経済学部とアメリカのコロンビア大学から名誉博士号を受けている。 1937年から1938年までは、ヨーゼフ・ナーダール技術経済科学大学の学長を務めた。また1922年からは、ボーイスカウト協会に入り、いくつかの協会で会長を務めるなど普及に尽力している。現在のハンガリーには、テレキボーイスカウト協会が存在している。 1938年5月14日から1939年2月16日までは、再び教育省を務めている。この時に、ウィーン裁定の交渉にも携わっていたが、スロバキア南部を獲得する代償が、極めて高いものになることを認識していた。第二次ウィーン裁定調印の場のテレキ1939年、あまりに親、ナチスドイツ的だったイムレーディ・ベーラ首相が、 ホルティによって解任され、2月16日にテレキが18年ぶりに首相に任命された。テレキはナチズムに批判的である一方、ハンガリーの領土回復には熱心であったための人選であった。テレキは国境を接しているドイツと敵対することはできないことを認識し、ドイツの国力を利用して領土回復を図る一方で、イギリスやフランスとも良好な関係を保つという、 極めて困難な政治路線を取ることになった。ドイツのポーランド侵攻にあたっては、親、ドイツ的な政策を継続するとドイツに伝える一方で、参戦については拒否する書簡を送った。ヒトラーは激怒し、結局ハンガリー政府はこの書簡を撤回することになった。しかし、イギリス外相ハリファックス博に表明はしないが、中立政策を取ることを伝えるなど、 英物との対立を避ける動きも続けている。実際に参戦が回避され、軍事的支援も行われなかったことが判明すると、英物はハンガリーに対する輸出制限を緩めるなどしている。また、ドイツ軍に敗れ亡命してきたポーランド軍民の保護も行い、4万から5万のポーランド人がハンガリーを経由して西欧に脱出した。一方で、 対ルーマニア政策においてはイタリアに対してルーマニア侵攻への援助を依頼している。しかし、ドイツが侵攻しないように釘を刺すなどしている。この動きは1940年7月の第二次ウィーン裁定によってドイツに仲裁され北部トランシルバニアを獲得したもののドイツへの傾斜はより強いものとなった。テレッキはイタリアとの関係を強めることで ドイツの影響力を緩和するようも論んだが、折からのドイツの改進撃は、国内における、新独勢力や十字党の伸長をもたらすことになった。テレキは一時亡命政府の樹立も考え、中米講使に資金を送付している。また11月20日の三国同盟への参加は、イギリスによって、ハンガリーを事実上の敵国とみなすというイギリスの警告を招くことになった。 12月12日には、ナチズムに批判的であったテレキであるが、ユダヤ人たちからは、非難されている。テレキの在任中には、ユダヤ人学生政権法などの反ユダヤ立法が成立しており、反ユダヤ主義者であるという認定も行われている。法案自体は、イムレイリ時代に準備されたものであるが、私が試案を出せば、原法案よりも厳格なものになったであろうと述べ、 自らの人種主義思想については、人種と決闘に基づく外国のイデオロギーに影響されたものではなく、自分自身の科学的信念に基づくものであると、議会で言明している。テレキパールの銅像、2004年の建立、当初ブダペスト市によって、ブダ城に建立される予定であったが、ハンガリー自由党や、国内外のユダヤ人団体、サイモンビーゼンタールセンターからの抗議があり、 バラトンコ,コハンの村にある教会の中庭に設置された。1941年、一時は三国同盟に加入したユーゴスラビアでクーデターが発生。アドルフ・ヒトラーはユーゴスラビアへの侵攻を計画した。ドイツはハンガリーに対してボイボディナを回復させる代償として、ドイツ軍のハンガリー領内通行と対ユーゴ船への参戦を要求した。 締結したばかりの永久友好条約を踏みにじるだけでなく、はっきりとドイツ側につくことになるこの条件提示を受け、テレキはイギリスに救いを求めた。しかし、イギリスからはドイツ軍の通行を認めれば敵国とみなすと宣言され、国内での賛同者もほとんどいない状態だった。ナチズムの積極的な加担者とみられることを恐れたテレキは4月3日、 首相官邸の自室でピストル自殺を遂げた。テレキは自殺にあたって手記を残しているが、左手に拳銃が握られていたことなどから、や十字刀による暗殺説もある。イギリスにおいては、テレキに同情的な評価が強く、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルも、自分はテレキの気持ちを十分に理解していたと回想している。テレキの死後、 ハンガリーはドイツに加担する動きを強め、数軸国の一員として、第二次世界大戦を戦うことになる。テルキの名前は、王国では検証され、国会議事堂の近くの通りがテレキパール通りと名付けられるなどした。しかし選挙区は悪化し、1944年の王国崩壊と戦後の領土再創出、共産化を招くことになる。テルキの名を冠したものは、 共産主義時代に解明されている。ありがとうございます。